勝利の法則は決まった。はい、いつもご視聴ありがとうございます。今回はガンバライジングボトルマッチ5弾、こちらのハイス結果、こちらをご紹介したいと思います。で、今回なんですけれども、まあ、ここに見るとおり、これが一つで、まあ100クレと考えていただければと思います。で、その他にもまだこんなにあるんですけども、なんで、まあ、多分500かそこを超えるぐらい回してしまったのではないかなと思ってます。今更ながら若干、後悔しております。本当は、パソコンの修理だったりとか、とエボルドライバーも、1万円ぐらい結構かかってたので、今回は人少なめにと思ったんですけれども、どうしても最初の配数に、どうしても我慢ができなくて、ついつい追ってしまいましたら、こんな感じになってしまいました。まあ、何が出たか、まあ、特に気になるレジェンドレアなんかはもう動画でとりあえず今手持ちのものは全てアップしておりますので、まあ、なんとなくもう分かっている方というのはいらっしゃるかと思うんですが、では、ハイス結果、紹介したいと思います。まず、5枚目、こちら SR から、SR から仮面ライダーローグで、バーストすると同じくこちら仮面ライダーローグになってきます。で、次、6枚目、 SR からスカイライダーで、こちらもバーストしても変わらずスカイライダー。そして20枚目、キャンペーンカードから仮面ライダーレーザーで、バーストするとつなぎ絵になっている仮面ライダーレーザー。これはもう演出動画上げてるので、よろしければ見ていただければと思います。続きまして、21枚目、こちら SR からビルドサメバイクフォーム、バーストすると同じくサメバイクフォーム。そして31枚目、キャンペーンカードから仮面ライダークロノス、バーストすると同じく仮面ライダークロノスで、これは以前まであったレジェンドリアのクロノスとはバースト演出が変わっているので、ぜひともこれは、見ていただきたいと思ってます。ちょっとこれ横に置きます。そして、次なんだ、37枚目、こちら SR からビルド、ラビットラビット。そして52枚目、こちら SR のアマゾンアルファ、バーストしても変わらずアマゾンアルファ。そして53枚目、キャンペーンカードから仮面ライダーダブルサイクロンジョーカー、そしてバーストするとどちらかに変身できるようになっております。っていうか、バースト面のコストが異様に低いですね。6しか、キャンペーンカードなのにコストが6っていうのはかなり低いですね。そして66枚目、こちら SR、仮面ライダービルドのラビットラビットフォーム。そして、次なんだ、74枚目、こちらキャンペーンカードからアナザーパラドックス、バーストすると同じく仮面ライダーアナザーパラドックス。やっぱコスト低いんですね。ちょっと演出動画でもちょっと、見たんですけども、あ、コスト低いなとは思ったんですが、キャンペーンカードは今回軒並み低いのかな。で、続きまして75枚目、 SR で仮面ライダーゴーストガリレオ魂、そしてバーストしても変わらずゴーストガリレオ魂となっております。そして次は、85枚目、こちら、キャンペーンカードから仮面ライダーディープスペクター、こちらバーストすると仮面ライダー新スペクターに、チェンジとなっております。そして次、93枚目来ました。こちらで仮面ライダーレジェンドレアで仮面ライダークロノス、あ、仮面ライダークローズマグマ、バーストすると同じく仮面ライダークローズマグマ。コストが10でかなり強そうなんですが、個人的には今回これ狙っていたカードの1枚だったので、とりあえず、ゲットできてよかったです。続きまして101枚目、仮面ライダーゲームのバーストすると、こちらもつなぎ絵になっているらしいんですけども、仮面ライダーゲームのアクションゲーマーレベル0、コストは8、
ただ表面のアビリティはこれかなり強かったんですよね。ちょっと見えるかな。1ラウンドごとライジングパワーが3以上だとライジングパワープラス2、バーストゲージアップ、で AP バトルの合計が250以上の時はアタックポイントがプラス10でテクゲがアップする。これはかなり強いカードになってるんじゃないかなと思います。ただブレイカーなのでバナナが正直怖いですね。バロンが怖いですね。109枚目、こちらの SR ディープスペクターで、110枚目、こちら SR 仮面ライダーゴースト、そして128枚目、ちょっと空きましたね、 SR からスカイライダー、そして137枚目、 SR から仮面ライダーギルス、こちらはバーストすると同じく仮面ライダーギルスで、139枚目、こちら仮面ライダーギルス、そして146枚目、こちらキャンペーンカードから仮面ライダーゲンム、そしてバーストすると仮面ライダーゲンム、ゴッドマキシマムゲーマーレベルビリオンですね。レベルビリオン、ちょっと言いづらいですね、すいません。こちらキャンペーンカードですが、コストは8と結構強いのかな。で続きまして8枚目か9枚目ぐらいだと思うんですけど、これはちょっとすいません、正確な枚数チェックしてなかったので、こちら、メカニカルでレジェンドレア、仮面ライダー龍騎サバイブでバーストするとこんな感じになっております。で、一応200回まで係数はしてたんですけども、まあ、あとは、結局 SR、キャンペーンカードが出た感じになるので、とりあえず200枚回しても結局レジェンドレアは、3枚となりました。まあ、今回は絵的にかっこいいし、なんか絵がつながるとかそういうのも結構あるので、例えばこちらのキャンペーンカード、ゲームとレーザー裏返すとこんな感じで、まあ、一応つながるような感じのつなぎ絵になっているみたいですね。かなりかっこいいですね。で同じようにこちらのゲームもレジェンドレアのエグゼイドとつなぎ絵になってるんですけども、残念ながらもう片方がゲットできなかったので、早めにゲットできたらなと思うんですけども、ちょっと今日はちょっとお金使いすぎてしまったので、まあ、当分ゲットまではちょっと時間かかるかなと思っております。で最終的にこんだけ回してレジェンドエラー何枚だったのっていうところだと思うんですけども、まずはこちらのゲームですね。そして仮面ライダークローズマグマ、そして仮面ライダー、レジェンドレアのリオキサバイブが、2枚で、レジェンドレアの仮面ライダービルドのタンクが2枚、そしてレジェンドレアの仮面ライダーエボル、そしてレジェンドレアマットローグ、こちらが、そして本命だったこちらレジェンドレアのゲムデウスクロノス、こちらも今回とりあえずゲットできてよかったです。で今回、まあ、自分がほとんど掘ってる時に横でやってる人とかちょこちょこ排出見てた感じだと、結構持ってる人多かったんじゃないかなっていう感じがします。で私がこれ出した時は頭から掘って一発目で、一発目というか、50か60ぐらいのクレジットで1枚やっとゲットできた感じですね。なんでみんな今回はこれ狙いなのかなっていう感じですかね。あとは、仮面ライダーブラック RX とレジェンドレアのエグゼイド、これが揃えばとりあえずレジェンドレアはコンプとなっているんですが、ちょっとね今回はちょっとこれ以上掘らずに、まあ、シングルで買えればいいかなと思ってます。でそれよりもキャンペーンカードですね。キャンペーンカードが思ったより出なくて、とりあえずエグゼイド系のキャンペーンカードはこちら、パラドックス2枚で、ブレイブ2枚、そしてスナイプが1枚、ポッピーが2枚で、フーマも確か2枚
で、レーザー1枚とゲームが1枚なので、あと、ニコちゃんとレグゼイド、この2枚が、今回出なかったので、一生懸命集めていきたいと思います。できればね、ニコは早めにゲットして動画上げたいんですけども、もしくはね、エグゼイド系はちょっと全部、まあ、キャンペーンカードだけでも撮り直して演出動画、アップしたいと思いますので、よろしければお待ちいただければと思います。キャンペーンカードもう一つの方も全部まだ集まっていないので、まあ、今回はキャンペーン、まあ、レジェンドレアよりもキャンペーンカードを集める方が大変なんだなっていう、まあ、最近多い傾向ですよね。まあね、今月はもうおもちゃの販売も多分なさそうですし、あとはね、レアのエンプティとか、メッキのエンプティとかも私は興味がないので買うつもりもないですし、まあ今月はあとお金使うところがないので、今回ちょっと頑張らずに頑張りすぎちゃったかなというところではあるんですが、あとはね、6月になったら多分フルボトル何か販売するんじゃないかなと個人的には思ってるんですが、いかがなんでしょう、どうなんでしょう、ちょっとわからないですが、というわけで、とりあえずね、ガンバライジングの、排出結果としては以上となりました。まあ、あとはね、今日初日多分頑張った人もいれば、今から頑張る人もいるでしょうから、本当、皆さん、多分狙いはここら辺だと思いますので、かなり大変な戦いになるんじゃないかなと思うんですが、皆さん、めげずに頑張っていただければなと思います。まあ、見る感じだと排出がなんかケツの方にもうレジェンドレアがねまとまってるとかそういったことはなさそうだったので、まあ大丈夫かとは思うんですが、ご視聴まずここまでありがとうございます。